ですね、今日は、まあ、湯の川流域といってもですね、特にあの戦国期の春野ということで、あの話を中心にあのさせていただきたいと思います。先日ちょっと話す機会があって、マスクをして話をしておりましたら、眼鏡が曇ってですね、こうやって差しているのにこう全然見えないという状況になって、こういうあのフェイスカードを今回も購入して話をさせてもらっています。ここに皆さんにはね、こういう資料をお渡ししておりますが、仁淀川を挟んでですね、まあ、両岸にその春の吹き出し、そして、武蔵では高岡では蓮池がですね、勢力を持っているか、その、高岡側は大東、蓮池城ということで、今度登るところなんですけども、そういう、高岡の蓮池城の城の構造とかも、まあ後から話をさせてもらおうと思ってるんですけども、その構造からですね、どういうことが言えるのか、ということがまず1点、そして、あとはですね、春野町側ですね、ここは資料にも書いておりますが、飛騨市とか木塚市、森山市、小島市というような公務人がいて、その中でも有力な人間が飛騨市という七四方の、まあ、ということでご存知だと思いますが、その飛騨市の居城が今のところの飛騨城というちょっと標高の高いお城がですね、飛騨市の居城だというふうに今までも言われていましたし、今でも言われております。でそこで皆さんにちょっとこれお借りしておりますけども、これは吉原城というお城がですね、ちょっとこれには載ってないんですけども、次に出てきますんで見ていただいたらと思うんですけども、この吉原城というのは私がですね、30代の